ヨークを作る費用を賄うために税を課した。ファーガスズ・クロスロードは新設軍の地理的重心に近く新しい軍庁の所在地に選ばれた。1785年、軍庁所在地としてヨークビルの町が設立された。アメリカ独立戦争の間に起きたキングスマウンテンの戦いとウィリアムソンのプランテーションの戦いの二つの戦場の中間にあり、この戦争の間に サウスカロライナでは唯一敗北を経験しなかった軍となった。1823年、ヨークビルには451人の人々が住んでおり、内訳は白人292人、黒人159人、家屋は80軒、店舗が8軒、酒場が5軒、男子学校と女子学校が一つずつあった。印刷所も一つあった。住民には52人の機械校、 弁護士8人、医師2人、牧師1人がいた。ヨークビルは1841年12月7日に公式に法人化された。W.I. クローソンが初代市長、スタンドホープサドラー、F.M. ガルブレイス、T.H. シムリル、b t ウィーラーが市政委員だった。人口は約800人だった。その後の20年間南北戦争が始まる前に、 人口は2000人にまで増加していた。1860年、ウェストリバティ通り、旧軍監獄の下にガス製造所が設置された。ヨークビルはサウスカロライナ州のアップカントリーでは初めてガス灯をつけた町となった。1853年、ルイス・グリスがその父の新聞を買収し、氏名をヨークビル、エンクワイアと変えた。 この新聞は2006年まで毎週発行されていたが、この年にクロバー・ヘラルドと合併して、週刊誌のエンクワイア・ヘラルドとなり、ヨーク軍政部を対象として発行されている。1915年、町の住民投票によって、市名をヨークに短縮することを承認した。ヨークビルの初期時代には、市立の学校が運営されていた。1854年、 ヨークビル女子アカデミーが東ジェファーソン通り沿いに設立された。翌年、若い士官学校卒業生のマイカ・ジェンキンスとアズベリー・カワードがキングスマウンテン士官学校を設立した。この学校は南北戦争の時に閉校となり、その間にジェンキンスが殺されたが、カワードがヨークビルに戻り、学校を再開した。当初の建物はもう残っていないが、 孤児のためのエピスコパル協会子供の家の場所となり、長年ヨークで運営されていた。現在はヨークプレイスという名前で、情緒障害のある子供事業所となっている。ヨーク市内にあるアメリカ合衆国国家、歴史登録財に指定されているものとして、アディソンプランテーション、ハート邸、ミルソン邸、ウィザースプーンハンター邸、ヨーク軍庁舎、ヨーク歴史地区がある。1852年、 E.A. クレンショー博士がローズホテルを建設し、サウスカロライナローカントリーでは、アップカントリーで最も宮殿のようなホテルだと言われた。今日では改修され、アパートとして全体が改築された。第一長老派協会は1846年に、チャールストン出身の著名建築家、ロバート・ウォーカーが設計した。建設が始まったのはその7年後であり、 南北戦争後に完成した。当初、聖壇の周り三方に廊下があり、その一部は現在リアバルコニーとして残っている。内陣には一段上がった説教団があり、1949年に内陣と聖火体積に分離された。この建物はアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。他にもアメリカン、プレスビテリアント改革発祭が指定された。 現在のヨーク軍庁舎は1914年に完成し、1955年に文館が建設されて、現在の形となった。四代目の庁舎である。三代目庁舎は1912年に現庁舎を建てるために壊された。この建物は、ワシントン記念塔やアメリカ合衆国財務省ビル、さらに、サウスカロライナ州の多くの軍庁舎を設計した建築家、 ロバート・ミルズが設計したものだった。軍庁舎としての機能の大半は街の東端に立つモス・ジャスティスセンターで行われている。1976年、全国的な建国200周年祝祭の一環として、ヨーク中心街はアメリカ合衆国国家歴史登録財の歴史地区に指定された。広さ340エーカーあり、180以上の 歴史的建造物やランドマークがあり、州内最大級の歴史地区となっている。ヨーク市は北緯34度59分41秒整形81度14分22秒、北緯34.99472度整形81.23944度、34.99472-81.23944に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は7.9平方マイルであり、このうち陸地7.9平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.88%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。